皆さんこんばんは。ガレージセールの店長青山です。本日は10月の8日月曜日、時刻が20時3分です。本日ご紹介するのはこちらの、パーカーですね。 M51 といわれるアメリカ軍の、フィールドパーカーです。こちらはですね、オリジナルの US アーミーのものではなく、その原型から雰囲気を忠実に取り出して作成されたレプリカになります。 M51 はですね、オドルダイ捜査線の青島巡査部長が着ているジャケット、あれが M51 ですね。もともと第二次大戦中はですね、アメリカ軍の兵士は防寒用の、コートとしてウールのものを着ていたらしいんですけれども、非常に重たくて機能性が良くなかったみたいなんですね。ですので戦後すぐに開発が進められて、1951年に採用が決定したのがこちらの M51 と言われるものになります。1965年にですね、こちらの後継モデルが出まして、こちらの51が、65の前のモデルということで市場に放出されてから、だいたいですね、モッツの方がベスパとかランブレッタとかスクーターに乗るときにスーツが汚れないように着たということで、モッツコートなどと呼ばれてますね。非常にモッツの方たちのアイコン的なジャケットになりました。定番のアイテムと言えるでしょう。何にでも合わせやすくてですね、ガバッと1枚羽織るとそれだけで様になるというジャケットです。ぜひお店の方でご覧になってください。それでは本日は以上になります。失礼いたします。